熊野神社は、千葉県朝日市清和丘にある神社。旧社各は豪社。宇治古数傾社区域は広く、松沢熊野神社、松沢の権限様などと呼ばれ、親しまれている。早玉の男命、いざ波命、古都会の男命を祀る。熊野大臣三河浦美き図によれば、大道元年紀州に座す熊野大臣のご神託により、海上軍三河浦に神霊を誕生したのが、 当社の創始とされ、天略九年にも御神託があり松沢荘に先座したという。古来より、松沢荘の総鎮守として、法年大量海運安山の大宮として、霊言著しくうじ子はもとより、朝廷、部門の数計厚く、千葉つ種は、神殿の造営を、源の頼朝に来い、頼朝は、研究元年、松沢省内の六家村の地を寄進して神、神領とし、 小一熊野大権現の深海を授けられた。なお、東京国立博物館所蔵の福徳二年の、ワニ口名に、松沢大権現と見える。その後、天正十九年には、徳川家康より、朱印地五国を寄進され、闘争屈指の社であった。明治六年号社に弟子、昭和五十三年千葉県神社長より、紀藩神社に指定された。正月のお目覚まし祭り。 鎮火祭、カグラをはじめ数ある神事の中、当社がこの地に先座した、天略9年がうどしでありうどしを記念して、成功される12年目ごとの三河浦への大信仰は有名である。また、カグラについては、代々カグラの形式をよく、残しかつ、地方色豊かなものとして、昭和55年に、千葉県の無形民族文化財に指定された。 従来は毎年3月21日、22日の2日間に、渡り、熊野神社の大三家祭り、大大校社祭と共に行われていたが、現在は春分の日に行われている。ありがとうございます。